のプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終了1対0、1点リードはカープです。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたが、いかがですか？いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。引っ張った、これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ、追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには田中、そして一塁ランナーは野間。まあ盗塁も考えられますから、警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。ランナースタート、ヒットエンドラン、外野ヒットになりそうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。さあ、ジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。打ちました、坂本、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。1球でアウトが増やせたのは大きいですよね。まあここで点差を離されることのないようにね、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。高めのボール、ファールゾーン追いつくかどうだ。ファウルになります。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、ピッチャー取った、アウト、ツーアウト。いい組み立てだったと思いますね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。うん、そうですよね。さあ、この場面でバッターボックスには5番の秋山入っています。インサイド、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。オコエが抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはカープです。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。さあ、まず1球目、アウトコース、空振りです。追っつけて打ちました、この当たりはどうか、レフト線フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました、ジャイアンツ、ノーアウトランナー二塁です。さあ、打席には先発の堀田が入ります。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ、一打同点という場面を迎えています。バントしました、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁。積極的に振っていきます。ここは前進守備ですね、まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。
4球目見逃し三振ランナー釘付け。最低外野フライでもというケースだったんですが、はい、三振で2アウトとなっています。ランナー三塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには佐々木入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。いいボールが来てますよ。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。サードランナーホームイン。ボールは中継。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツ同点。1対1。なおもチャンスが続きます。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。これで両チームの得点が同じとなりました。バッターボックス大城。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。次が2球目。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。3回終わって1対1。ジャイアンツ同点に追いつきました。回は4回の表に入っています。カープの攻撃。バッターボックスには6番田村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。初球打ち取ってワンアウトです。バッターボックスは7番矢野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。堀田、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。147キロ。ボールになります。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。打ちました坂本。ツーアウトになりました。打順は8番相澤。まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ストライクになります。ボールになります。打ちました。ファウルになります。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ同点で迎える4回の攻撃です。
西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。2球目は何で来るか。釣り玉でしたね。振ってきません、外れています。低め見送りました。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。ファウルになります。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは5番坂本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振り。ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。6番バッターオコエ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球ボール。改めてお聞きします。バッターのオコエ、どういうバッターなんでしょうか。ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。田村掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。4回終わって1対1同点です。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。そうですね、一球ごと引っ張った、サードが取る、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って野間。ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。内へのボール外れました。ボール先行です。高めの球、ストライクになります。バッター見送りました。打ちました。これはどうか、ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ、勝ち越しのランナーを1塁に背負います。バッターは田中、そして塁上には野間。ここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。そうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。
いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。これが3球目、外角高めへのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これは打球は切れてスタンドへ、右に切れます。次が5球目、打ち上げた、セカンドフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー2塁となりました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき小園が打席に入っています。